吊り橋のケーブル、電力ケーブルの冷凍軸、ケーブルケーブルは、ロープ、絶縁体と保護被覆で覆われた電線、および、光ファイバーの総称である。鉄線や光線を使ったものは、鉄柵、工作とも呼ぶ。同じ太さの一本の金属棒に比べ、柔軟で曲げることができる。針金やピアノ線をより合わせたものを使い、吊り橋、クレーン、ウィンチ、ケーブルカー、 作動などに用いられる。また、必ずしも一般的な区分ではないが、航空機等のいわゆるフライバイワイヤーにおけるワイヤーが電線のことを指すのに対し、機械的に直接動きを伝えるためのものをケーブルと呼ぶ。送電用のケーブルの電気電動体には電気電動性の高い銅やアルミニウム合金を使う。機器内部などを除き、 送電用の電線は銅線を寄り合わせたケーブルである。通信用のケーブルには銅線や光ファイバーを使う。有線電気通信設備例において通信用ケーブルとは光ファイバー並びに光ファイバー以外の絶縁物及び保護物で被覆されている電線である。海底ケーブルやケーブルテレビに利用される。送電、通信ケーブル類は 再生利用が可能で比較的高価格で取引されている動線が使われている場合が多いため、盗難に遭いやすい。ブラジルの例では、2016年にリオデジャネイロオリンピックの開会式が開催されたエスタジオド・マラカナン・スタジアムが閉幕後、管理が手薄になると、途端にケーブル類が盗難にあった。日本でも東日本大震災発生時に立ち入り、 制限区域などで送電線などの盗難が複数発生したことをはじめ、比較的人目のつく場所でも送電線が盗まれるなど被害は少なくない。ありがとうございます。